いい感じで増えていってるよ。はい、こんにちは、長谷洲です。今回はね、1泊2日、2日間、浜名湖の方に遠征行ってまいりました。1日目はね、これね、浜名湖の定番のポイントね、冬の定番のポイントでやってきましたけどもね、1日目はね、風もね、あまり出ない予報だったんで、まあまあ割とね、数もサイズもね、そこそこ釣果が出たと思うんですけどもね、2日目はね、ちょっとね、風が出る予報っていうかね、爆風な予報だったんで、2日目は風をね、避けれるようなポイントを選んで2日目をやりました。でね、1日目はね、これね、午前中9時ぐらいまではね、釣りにはね、支障なかったんですけどもね、9時半ぐらいからね、お昼過ぎぐらいまではね、流れがね、激流になってしまったんですけどもね、その間ね、激流の間でもね、昨年まではね、なんとかすれば釣れたんですけども、今回はね、激流の時はね、仕掛けがね、流されてしまうんで、その流れた先でっていうかね、流れていく途中でね、根がかりがね、非常に多かったですね、今回ね。去年まではね、そんなね、ほとんどない根がかりがないポイントだったはずなんですけどもね、まあ、おそらくですけども、ね、人気ポイントなんで、高切れしたね、ラインなんかが、海中を漂ってて、それにね、引っかかるんじゃないかなと思うんですけども、まあまあね、ミチーとのね、交換時期が過ぎてたらね、いい感じで増えていってる。ミチーとね、ちゃんと交換していただいて、針数もね、あまり太くしないようにしていただいたらね、針の部分からね、根掛かりした時切れるんでね、そういう対処をしていただけたらね、釣り場はね、根掛かりも少なく済むと思うんですけども、まあまあね、そうじゃないね、地形が変わったっていうこともね、考えられますけどもね、まあまあ釣り人が多いんでね、高切れの糸があるかもしれないということですね。はい、まあまあね、これは30後半ぐらいかな、35センチぐらいかな、これぐらいのね、サイズが多かったかな、今回はね。で、1日目は、42、3センチぐらいまでですかね。で、10センチぐらい、タバコぐらいのサイズのね、チヌも5枚ぐらいね、混ざりましたけどもね、それはね、あまり小さいんで、即リリースしてね、海へ返してあげましたけども、そこそこね、タモで作ったキープサイズはね、とりあえずスカリに入れて、元気なのは最終的にね、帰りにね、海へ返してリリースしてっていう感じで、1日目はそんな感じでやっております。まあまあ大体これがね、レギュラーサイズですね。奇襲釣りの醍醐味で、このね、釣れ出したらね、セッティングが合うと連チャンするっていうのがありますけどもね、この日もね、結構なね、連チャンはありましたね。はい、まあまあ奇襲釣りの醍醐味でね、連チャンっていうのはね、欠かせないんでね。で、今回ね、来られたね、SNS で知り合った方ね、この場所をね、ホームにしておられるんですけどね、毎回自転車で来られるらしいんですけどね、自転車で2時間かかって、2時間かけて来るらしいんですけども、はい、2時間、自転車で2時間ホーム って感じで、僕もね、びっくりしてますけどね。はい、まあね、順調にいいペースで連れておりますけどもね、午前中ね、9時半、9時ぐらいからかな、でお昼過ぎぐらいまではね、もう激流でね、もうさっぱり釣れなかったんですけど、お昼回ってからちょっとね、
釣れる段取りになってきたんで、うん、潮もねこれならなんとかなるぐらいのね潮の流れになったんで、うん、昼からはねぼちぼち、まあまあね連チャンも結構あったと思いますよこの日はね。はい、まあまあね奇襲釣りのね醍醐味ね、奇襲釣りの面白みっていうところでね連チャンっていうのもね、重要なね奇襲釣りの魅力の一つなんで、はい、奇襲釣りをねやっておられる方ねとにかく連チャンをね体験していただけたらなと思いますね。はい、あこれね、この方ね、ルカちゃんといってね、ライブ配信をされてるライバーさんなんですけどもね、ここまでで9枚釣っててねなんとか10枚釣りたいって粘ってね、2桁10枚釣れてね非常に喜んでましたね。でこれは2日目ですね。2日目の朝日がね綺麗なところですけどもね、はい、でもねこれはお昼回って、もう1時とかねそれぐらいですかね、はい、ここの場所はね数は出なかったですけどもねサイズは良かったんでねそれは良かったですけどねもうほとんど、お昼から午後からですね釣れたのはね、はい、まあまあねその分サイズはね良かったんでね、うん、良かったんじゃないですかね、はい、まあまあね、この2日目はね、サイズは良かった、4枚釣れましたけどもまあね真冬で4枚まあまあね、うん、それだけ釣れればね小さいのでね35センチぐらいやったかな、うん、で40センチ前後が多かったと思いますね、はい、でっかいわでっかいわ言ってるね、うん、まあ40センチはあるよねこれね。でこの方はね、うちのクラブの方でね、私の右隣で釣ってましたけどもちょうどね夕方釣れたんで、撮影させてもらいましたけども、はい、でこの方ね、ルカちゃんですね、ライブ配信者のねルカちゃんですけども釣れた時にね本当嬉しそうなんですよね。もうねこんなにね釣れて喜ぶんねこっちまで嬉しくなりますよね。やったやりました。これもサイズ良かったですよ、はい、でもうね、もう夕方なんで片付けて片付け終わって、魚をね撮影して、もう海に返してリリースするところですね。でねこれは、ルカちゃんですね、うん、あのこれお昼ぐらいかなお昼過ぎぐらいに釣った時のやつですね、はい。すごい喜ぶんですよね釣り釣れたらね、はい、お疲れ様でした。まあまあ今日もね、皆さん釣っていただいたんでまあまあここサイズ良かったんで良かったんちゃうかな、はい、まあまあ2日間ね、皆さん坊主なしということでもうあの終わり良ければ全て良しということで、はい、ありがとうございました、はいはい、またね一緒にね奇襲釣り皆さんやりましょう、はい、はい、お疲れ様でした、はい、でね、もうみんなね片付けが終わって、ルカちゃん一人残ってまだ釣りをしてましたけども最後の最後まで釣りしてましたけどもね、これね最後の最後に、当たり出て合わせて回収したら針がないでフグに針取られましたで、もうこれで終わりで片付けると思いきや、
皆さんねもう帰っていただいて、僕はまだまだやりますみたいなね感じですごい情熱やなと思ってね感心しました。はい。